こんにちはは楽天証券経済研究所客員研究究所山崎じめです今回は運用の非常識を7つ改めようということで場合によってはこれが運用の常識だろうというふうに思っているかもしれない7つの命題を取り上げていやいやそうではないんですよというようなことをご説明してみたいと思います。 私が書いた原稿だとか、あるいはまあ私がこう何か話をするような機会に、私の話を聞いたことがある方からすると、あ,あそういえばあのこういうことをあの書いてたな、言ってたなと、とまた確かにこんなことだったかっていうふうに、ちょっとこう思い出していただけるといいんですけれども、じゃあ早速1番目からいってみましょう。 非常識その1お金の運用では将来の夢つまりお金の使い道ですねを意識すべきだというような考え方がありますよくこう運用の目的をはっきりさせましょうっていうようなそういう言い方をしたりあるいはその例えばファイナンシャルプランナーの相談みたいなものを聞いているとあなたはそのお金で 将来何をしたいのかあなたの人生でやりたいことのためにお金を準備するにはどうしたらいいかまずその将来の夢を明確にしましょうその実現の手助けをしたいと思いますみたいなそういう考え方やり方がありますでまあこれはあのこう金融的に語ることのないファイナンシャルプランナーが お客さんと話す時に、まあ、例えばその夢を語らせると自分の夢を否定する人はいないわけなのでこう営業的なトークとしてはいいけれども中身はあんまり、えー、よくないなというふうに、えー、こう思うところが多々あって正直に言うと、えーまあ、バカにしてたんですけれども、えー、ただこう近年、えー、こうアメリカでは ゴールベーストアプローチっていう考え方というかこうやり方があってこれは例えばアメリカのプライベートバンキングの世界とかあるいはそのファイナンシャルプランニングの世界で顧客の,その人生の将来のゴール目的を叶えるためのお金の扱い方運用の仕方をこをアドバイスしようと。 まあ、あの運用の契約の形は、えー、主にこうラップのような形を取るようなんですけれども、これは、まあ、はっきり言うと、人生相談みたいな話をこう金融の莫大な手数料を取ってやってる、まあ、あの単なる営業法に過ぎないというふうに、えー、ゴールベーストアプローチについては、えー、思っていますでこう。お金っていうものの、えー、こう一つの長所として、ですね、まあ、使い道は後から考えたらいいと。 あの使い道は自由なんだということがあるかと思います。まあ、例えばこれは、えー、まあ、あの将来、えー、まあ、あの生活費なんだとあるいはこれはまあ、あの病気になった時のお金なんだと、例えばまあ,あのそ,そういうこう、えー、それぞれのこう目的に合わせて、えー、そのお金の運用手段え、特にこう運用商品をえー、まあ、選ぶ必要はないということですね。 まああの例えばよくあるのはその子どもが生まれたから将来の学費のために学士保険を契約しようとか子どもじゃなくて孫だったりするケースがありますけれどもえまあ学士保険は生命保険の中では比較的その保険会社の取り分の少ないという点ではましな保険ではありますけれども資産の運用手段としては効率がよくありません学費だから学士保険というような。 そういう,こう使い道で運用を考えるというアプローチはやめた方がいいということですね。それとこう、あなたの夢を語ってくださいみたいな、例えばそういう話し方に対して、ちょっとこれはこの人は中身がないんじゃないか、あるいはこの人は何か金融商品をセールスしたがってるんじゃないかというような、少し疑いの目を向ける。 いいいうようよなことがあっていいのではないいいかという,ふうに思いますで非常識その2これも運用目標に関わることなんですけれども目標の金額資産額それから目標の利回りこれをこう明確に決めて運用を考えることが大事だというふうにこれもこの運用のゴールをはっきりさせろと。 というようなことで強調されやすいんですけれども、えー、まあ目標の額、えー、まあ必要な額をこう、えー、まあ計画的に考えることはいいとして、じゃあその額を達成するための手段が、えー、こうまあ運用の利回りを上げることなのかというと、えー、まあ必ずしもそうではないと。まあ、例えばこう、まあ、収入と、それから貯蓄できる金額と、将来使いたい金額ということをこう考えたときに、えー、じゃあ、例えば運用利回りが、 3%あれば、3%あれば、つじつまあ、妻が合うというようなことで、目標利回り3%に合わせた運用計画を立てるというような、えーまあ、運用計画の立て方が、えー、あるんですけれども、これはあのこう利回りだけを見て、リスクを見ずに、えーまあ、計画を立てているという点で、えー、正しくないということが指摘できます。 まあ、あの3%利回りを得るというのは、なかなか高い目標ということが言えて、税引きで3%になるためには、3.75%ぐらい必要ですし、もし例えば金融商品のこう、まあ、例えば手数料ですね、手数料が1%あるとすると、3.75、4.75になるということですから。 まあ株式の期待リターンを5%とすると株式を95%ぐらい持たないと3%の利回りにはならない、まあ、あのこう思ったよりも大きなリスクを取らなければいけないというようなこともありますしあるいは逆に本当はもっと大きなリスクを取って運用しても問題のない、まあ、そういう,こう経済状況なんだけれどもリスクを小さくしてしまって。 運用の機会を逸出するというか、もったいないことにしてしまうというケースもあります。あくまでもリスクとリターンとのバランスの中で運用計画を考えるということが大切で、ただ、リスクとリターンとのバランスを取って計算するというのはなかなか難しいとすると、少なくともそのリスクが課題であるというのはまずいですから。 でまあ、そののリスクの許容できるリスクの範囲の中で運用計画を考えるというようなアプローチが必要なので目標利回りを先に決めてしまうというアプローチは正しくありません、まあ、ただ、まあ、これ例えばの公的年金の運用計画だとかですね そういう,こうあの非常にこう大きな資金の運用計画を考える場合に、これと同じようなミスをすることがあるので、まあ、ちょっとこう、まあ、いわゆるその素人だけではなくて、まあ、そのプロの機関投資家も気をつけるべき点かなというふうに思います。えー、と非常識そのとということで 投資家は自分のタイプに適合した運用商品を選ぶことが大事だと。まあ、これもえまあ例えばこう初心者は初心者向けの運用商品があるのかあるいはこう高齢者向けあるいはこう若者向けというような運用商品があるのかあるいはこうまあ富裕層向けというような運用商品があるのかというふうに、えー、まああのこうついえその自分にこうぴったり合った。 えー、これた例えばこう体,型にあ体型とか好みに合った洋服みたいなものがこう一人一人異なってあるように、えー、こう投資っていうものについてもあるいは運用商品についても、えーまあ、その投資家のタイプに合った、えー、商品っていうものがあるんではないかというふうに、えーまあ、考えがちなんですが、えー、これもよく考えると、えー、間違いです。それはどういうういことかというとか えーまあ、例えば初心者だからといって運用効率の悪い商品でもいいのか、まあ、あの率直に言って嫌ですよね、であ,るあるいはこう小さな資産であっても、大きな資産であっても、えーまあ、例えば公的年金を運用している GPIF は、150兆円以上の資産を内外の株式、内外の債券、それぞれ25%ずつで運用していますけれども。 まあ例えばサラリーマンが100万円の資産を25万円ずつそのような形で振り分けるとほぼ同じようなリターンが得られるわけですよね。ですからもしその組み合わせが一番効率のいい組み合わせだということならそれは資産の小さい人も大きい人もあるいは高齢者も若い人も同じように運用すればいいわけです。 でじゃあ何が違うのかっていうと、えー、まあもちろんそのこう持ってるお金の大きさが違うしそのお金の中でえまあどれぐらいリスクを取ることができるかという、えー、まあ取れるリスクの大きさみたいなものは違うはずですけれども、えー、運用する手段運用商品は基本的にはみんな同じでいいんだということですね。でただしかしかいろんな人のタイプによって えこうあなたに向いている運用商品というのがあるんですよというのは、えー、これはまあどっちかというとこう、売る側の都合、売る側の都合でえそういうことを言ってるんだというふうにえまあ考えていただくといいのではないのかなと、まあ、あの私はえその内外のインデックスファンド、株式のインデックスファンドと、えー、まああのこうリスクを取りたくない資産については、えー、まあ個人向け国債、から1人1000万の範囲の中での銀行預金。 いったものでの運用を進めていますけれども、富裕層であっても、富裕層だからといって何かこう特別うまいことを運用できるような商品なんてないので、富裕層であっても、そうでない人でも、若い人でも、高齢者でも、基本的には同じような運用商品でいいんだということをご理解していただくといいかと思いますま。いいちいちこう進められた運用商品を 検討しなければいけないということはないしそれがこう自分に合ってるか合ってないかという点から検討する必要はないということです。で非常識その4金融機関のプロに納得がいくまで相談することが大事だと。まあ、例えばあのこう雑誌の資産運用特集ボーナスの時期なんかによくありますけれども、まあ、その資産運用特集のこう最後の結論の言葉に でまあ、例えば金融機関の窓口であなたが納得がいくまで、まあ、説明を聞くことにしましょうみたいな、えーまあ、あの質問をためらってはいけませんみたいなことが結論になっているケースがありますが基本的には金融機関の窓口にいる人あるいは無料相談会で相談に応じますよというような金融機関の担当者 あるいはこう金融機関に依頼されてきた専門家というのは、まあ、それはもうこう金融機関を儲けさせるために働いているわけで、じゃあその金融機関のプロに相談するというのは、まあ、そこで金融機関側が儲かる商品を勧められる可能性が非常に大きいと。いうことは 自分のデータ、例えば今、こういうお金があって、であるいは子どもがこういう状況だから、いついつお金が必要になるとか、今度、家を建てようと思っているので、こういうお金が必要だとか、そういう金融機関側がビジネスに利用できる情報を自分から渡しに行ってしまうということがよくあります。 そういう意味では、いわゆる相談みたいなところに出向いていくのは適切なことではないし、じゃあ、例えば退職金が入ってきた、退職金をどう運用したらいいのかっていうようなことを、例えば退職金が振り込まれた銀行に相談に行くというのは、例えば資産運用のスタートの方法としては、かなり最悪に近いぐらいまずいケースですよね。 ですから、まあ、こう金融機関の専門家に相談するのがいいんだというふうには、えー、決して思わない方がいいと、まあ、あの彼らは、えーまあ、あの自分からこう手数料を取ろうとしている人たちなんだという、えー、警戒心を持った方がいいということを、えーまあ、申し上げておきたいと思います。で、えー、非常識その後ということですが、えー、低成長な国の株式に投資して儲かるはずがないと。 アベ,アベノミクスが始まる、えー、2012年の年末ですが、えー、まあそれ以前の、えー、こう時期に、えー、まあよく、えー、こう言われましたかね、日本はまあ人口も減るし、低成長なんだと、こ,うにこんな日本みたいなところの、えー、株式に投資してももかるはずがないというような、えー、言い方をされることがありますし、えー、あるいはこう資産運用の入門書みたいなものをこう見ていると。 これ多分あの著者が正確に分かってないからだと思うんですけれども日本はやや低成長かもしれないけれども世界経済には成長する国もあるとあるいは資本主義というのは成長を求めるものだとだから株式は儲かるんですっていう株式は、まあ、経済が成長するから儲かるんだというような、まあ、そういう考え方がこう書かれていてでじゃあ それは低成長だとあるいはマイナス成長だと株式っていうのも儲かんないんですかっていうご質問に対して適切に答えられていない本まあ率直に言って少なくないと思います、まあ、例えばこう低成長であるとしても低成長であるということが株価に織り込まれて、まあ、十分低い株価がついていれば、まあ、高成長であることが織り込まれて高い株価がついている 株式と、えーまあ、あのじゃあどっちがこう有利な投資先であるかということは一概には何とも言えない。まあ、こう金融理論的にはこうリスクに見合ったリターンを発生させるように株価が形成されるだろうということがあの、まあ、言えるわけでですからこう低成長だったり低成長はまあ仮にそのマイナス成長であっても まあその株式にはこうリターンがあるんだとうか、こう経済が成長するからリターンが発生するということではなくって、そのこれリスクを織り込んで、まあ、その将来どういう価値になるかをこう現在の価値で評価するときに、すなわち株価を決めるときに将来のこうリスクに見合うリターンが。 リスクプレミアムって言いますけれども織り込まれることによって株式というのは高いリターンになるんだと理屈上はまあそういうふうに期待されるわけですでじゃあその低成長な国に投資するのと高成長な国に投資するのどっちが儲かるんですかと言われると一概にはどっちとも言えないとじゃあどっちに投資したらいいんですかと言われると金融論的な正解は え、ま、両方に分散投資しておくと、えー、ま、リスクが、え、ちょっと低くなるはずだから、えー、ま、どっちかに、え、無理に決めるよりは両方にと投資しておくのがいいんじゃないのということが、えー、こう言えるという、ことです。まあ、最も,もその低成長だと、えー、ま、その株式に投資しても儲かんないんだってこう思ってる人が、こう、たくさんいると、えー、ま、株価がこう安くなって、えー、こう、より安い株価で投資することができるように。 なるかもしれないので、まあ、その低成長な国の株式に投資しても儲かるはずがないんだという,ようなことをこう、まあ、言ってる人がこう仮に周りにいたとすると、間違いを訂正しない方がいいいのかもしれないですよね非常識その6ということですが、長期で投資するとリスクは縮小する。 まあこれはあのこういうふうにえまあ考える人がえ結構いますし、で、こう例えばあのこう1年間のリターンを まあ考えると、まあ、高いリターンと、まあ、低いリターンと、まあ、あの結構年率で大きな差になるわけですけれどもこれをまあ10年間のリターンを年率で考えるとということにすると高いリターンと低いリターンと、まあ、年率で考えたリターンの幅はまあ小さくなります。でまあそういう,こうデータを見せてえてこれは長期間で投資すれば投資するほど こうリ,まあ、あのリターンの振れ幅は小さくなるんですよという見せ方をして長期で投資するとリスクは縮小するという説明をするケースがあるんですが、まあ、例えばあのこう 10, 10年間の平均が年率のリターンで見たときにこう1年間の、まあ、投資の年率リターンの上下の振れ幅よりも小さいとしても、まあ、例えばこうマイナス何パーセントであるとしてもそれはこう 10年続けてこうマイナスが発生するということになるわけですから、これ資産の額で見たときに、例えばこう100投資したものが1年後に上下いくらになるか、10年後に上下いくらになるかというようなこう比較をした場合に、これはあの期間が長くなれば長くなるほど、資産額の上下の振れ幅は大きくなります。そういう意味でリスクは縮小しない、むしろ拡大する。 まあただ、株式のような資産の場合ですと期待されるリターンも長い期間、いわゆるこうリターンの平均、資産額の平均値もえ長い期間になるとより高くなるのでリスクも大きくなるけれども期待できるリターンもえーまあ大きくなるということでえリスクが投資期間が長くなったからといってえこう一概に有利とも不利とも言えないということになります。まあ、最も 例えば毎年毎年、売ったり買ったりするというようなことを考えると、例えばそれは売り買いのコストもかかりますし、あるいは利益が出ているときには税金がかかってきますので、じっと持っているよりもずい随分不利だというような意味合いもありますし、そもそもそのリスクに対してリターンが有利だと思うから投資しているわけなので。 その有利さを大きなものとして実現するためには長い期間が必要だということは言えるので長期で投資するのが悪いということではないんですけれども長期で投資するとリスクが縮小しますよという説明は正しくないということです。これもあの結構 有名な投資の本なんかにもこの種の間違いが書かれていることがあって、なかなか困ったものだなというふうに思うのですが、投資機関とリスクとリターンの関係を正しく理解しておいていただくといいなというふうに思います。最後のの非非常常識識ですそ7 アクティブファンドを選ぶ上ではファンドの目利きが大切だと、まあ、こ目利きっていうのはこう例えばの骨董品を評価するような時にこうプロフェッショナルがこうまあ評価するみたいな、えー、こうまああのプロの目でえこう価値のあるものないものをこう選別するというような、まあ、そういう能力のことをこう目利きと言いますけれども、まあ、アクティブファンドはあの運用がうまくいくかいかないかということで 結果が大きく違うので確かにその目利きっていうことが大切なんじゃないかっていうふうにこう思いがちなんですけれどもそれはこう目利きということが可能なのであればそれは重要なんだということが言えるわけですけれどもそもそもその目利きということをアクティブファンドをこれからあくまでもこれからですがこれからパフォーマンスのいいアクティブファンドを選ぶということが不可能なのであれば。 この目利きっていうようなものがあたかも存在するかのようなそういうことは思わない方がいいということなのでアクティブファンドを選ぶ上ではファンドの目利きが大切だというのは不適切なフレーズであるというふうに私は思います、まあ、ただこう例えば投資信託を売る人だとか 投資信託をこう評価してその情報を伝えることをビジネスにする人だとかっていうような立場から考えるとアクティブファンドのいいものとそうでないものを選ぶことができるんだっていうフィクションを、えー、まあ顧客が信じててくれることがこう都合がいいわけですよね。で、えー、まあそ,そういう意味で、えー、まあこんなふうに訴えかけられると、えー、ああその目利きっていうことができるんであれば。 あのまあ、それは確かに重要だなっていうようなそちらの方にこう注意を、まあ、そらす、まあ、そういう、まあ、あの効果のあるセリフなのかなというふうに思いますでこう例えばの過去の,、まああのファンドの成績を比較して優劣をつけることというのは簡単なんですよねでじゃあ例えばそれを優劣をこう見たからといってじゃあ将来のそのファンドの成績と関係があるかというと これは、まあ、あの日本でもアメリカでもおびただしい数のリサーチがありますけれども、えーまあ、あの過去の成績と将来の成績は、えー、基本的に関係ないということです。まあ、そうなんだけれども、えーまあ、例えば、えーまあ、大切なお金で投資信託を買うんだからの、まあ、過去のファンドのパフォーマンスぐらいはきちんと見た方がいいんじゃないでしょうかみたいな、まあ、例えばあのそういう,、えー、こういう言い方をする専門家もいます。 まあそれはどういうことかというと、過去のファンドのパフォーマンスを見るファンドについて調べるということがあたかもこう将来の意思決定に対して有効であるかのような印象操作をしたいということですね。 まあ、あのそういうのと、えーまあ、一緒でもしあの、本当にこう、えー、有効いいアク,アクティブファンドを選ぶ方法が、えー、確立されているとするとアクティブファンドがそんなにたくさん、えー、商売になるはずも、えー、ないので現実にはどんぐりのせい比べでしょっちゅう順位が入れ替わっているというようなことがあり、えーまあ、それをこう、まあ、あの見,な見ながら、えーまあ、ちょっとこっちがいいんじゃないかって、えー、こう選べたように、えー、こう思う。 投資家がいたり、セールスマンがいたりすることによって、運用業界が成り立っているということなんだと思いますけれども、クールな投資家は、アクティブファンドを選ぶ上では、ファンドの目利きが大切だなんて言うけれども、いいアクティブファンドを事前に選ぶ方法なんてないんだから、まあ、そういうことを言う人は信用しないというような、まあ、そんなこうあの考え方を持っていただくといいかなというふうに思います。 7つの非常識についてお話ししましたこの動画を見ていいなというふうに思っていただいた方チャンネル登録と「いいね」のボタンをよろしくお願いいたしますチャンネル登録が増えて「いいね」がついたりするとやっている方も励みになりますのでよろしくお願いいたします